類のおいしーずクッキング。こんにちは、料理研究家の麻生麗奈です。今回は鶏の照り焼きを作りたいと思います。下味用のタレを仕上げにもそのまま使っていきます。下味に漬け込んでおくことで冷めても柔らかい美味しい鶏肉が仕上がりますよ。お弁当にもおすすめです。それでは作っていきましょう。鶏もも肉 300g、 フォークで皮目に数箇所穴を開けておきます。下味がつきやすくなります。特に厚みのあるところは多めに穴を開けておいてください。袋などに鶏肉を入れて下味をつけていきます。料理酒大さじ1、オイシース大さじ2、醤油大さじ2が入ります。密着に全体にタレが染み渡るようにして、この状態で1時間以上つけておいてください。それでは鶏肉を焼いていきます。漬け汁は後ほど使うので取っておいてください。皮目から焼いていきます。中火で3分ほど焼いてください。3分経ちましたので、今度はひっくり返してさらに2分ほど焼いていきます。お肉全体で8割ほど火が通るまで焼いてからタレを入れて煮込んでいきます。では2分経ちましたので、タレを一緒に煮込んでいきます。漬け汁だったタレを加えてください。この状態でタレにとろみがつくまで煮込んでいきます。たまに漬け汁を上からかけてください。今日は隙間のタレで一緒にキノコも炒めていきます。タレが美味しいので、お好みの野菜を一緒にここで味付けしちゃってください。漬け汁を絡めるようにお野菜も一緒に煮込んでいきます。タレにとろみがついてきました。このぐらい汁気がなくなったら完成です。